じめまして、インターン生の辺見です。今回からはライブ 2D でのアニメーションの作り方についてご紹介させていただきます。近年バーチャル YouTuber の登場やソーシャルゲームでの採用というようにライブ 2D の需要が高まっています。ライブ 2D 用のイラストやモデルを販売購入することができるニジマというサービスも存在し、ライブ 2D はどんどん身近なものになっています。しかしライブ 2D という名前は知っていても、それがどのようなものなのか詳しく知らない方もいらっしゃると思います。そこで第1回目はライブ 2D がどんなソフトであるかを紹介していきたいと思います。まずライブ 2D はイラストを動かしてアニメーションを作ることができます。そのためそのイラストの絵柄を保ったままアニメーションを作ることが可能です。また 2D での立体表現が可能であり、 3D モデルを作る必要がないため、イラストを描けるけど 3D は難しいかもと思っている方におすすめです。特にライブ 2D でのアニメーションで重要になってくる要素の一つであるレイヤー構成は、普段デジタルでイラストを描かれている方にとって分かりやすいと思います。またライブ 2D でアニメーションを作るときは、イラストのパーツを変形させて動かしているため、一コマずつイラストを描くわけではありません。そのためイラスト制作のときに変形させるための準備を行えば、コマごとに何枚も絵を描く必要はありません。詳しくは第4回目で説明いたします。ライブ 2D 作品だけを見ると難しそうと思われるかと思いますが、このようにソフトについて知っていけば、ライブ 2D へ挑戦することのハードルは下がっていきます。そしてそのハードルがより下がり、ライブ 2D に挑戦される方が増えるように、この記事を書いていきたいと思います。次回からは以下のように進んでいきます。まずイラスト制作、アートメッシュの編成、パラメーターの設定、目のパーツについての回、デフォーマーの追加の1と2、アニメーション制作の1と2という形で続いていきます。次回はライブ 2D で動かすイラストの制作方法について紹介していきたいと思います。次回もよろしくお願いいたします。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。